そこまで死にたいか。いいだろう。私はあと3回変身を残しているんですがね。一気に見せてやる。生かしては解散ぞ。やめろフリーザー。悟空許さんぞ。欲も ついに登場、怒りのスーパーサイヤ人。めっちゃかっこいいね。フリーザーの体力を一定以下にする。失敗条件、自分の体力がゼロになる。俺誰を動かすの？自分って誰？マノリーかな。悟空のことかな。悟空だったら孫悟空って出るよね、きっとね。なんかマノリーやられてる風だったけど、マノリー動かすのかな。やっていきますか。俺は怒ったぞ、フリーザー。うわっ、ここまでの歴史の流れは正しいものに変わりました。フリーザを倒してください。それで全て終わります。悟空さん戦って、さっさと地球へ帰れ。今度は死ぬかもね。悟空さん、ポート見てないで。ちょっとでも残ってるし、とっとと消えるんだ。はい、ありがとうお父さん。僕は待ってる。元気なお父さんの姿を待ってるよ。お前はもう謝っても許さないぞ。何者だ。今度は死ぬかもね。国ご存知なんだろう。俺は地球から貴様を倒すためにやってきたサイヤ人。穏やかな心を持ちながら激しい怒りに分かった。悟空さん、戦って。伝説の戦スーパーサイヤ人、今度は死ぬかもね。孫悟空だ。悟空さん、フォロー。よし、吹っ飛べ。どうした、貴様の力はそんな程度じゃないだろう。いや、めっちゃベジータすごい辛口だけどね、悟空さん全然戦ってくんなかったんだよね。すごい喋ってたの。なんかその俺スーパーサイヤ人ですアピールずっとしててさ全然戦ってくんなくて。次へ。最終決戦、これが本気のフルパワー。フリーザの体力をゼロにする。成功条件、失敗条件が自分の体力がゼロになる。いや、まあ悟空さんが戦ってくれればね、楽なんだけどね。もうかっこいい、フルパワーだ。見せてやるぞ、 100% の力を。あと5分もすればこの星は宇宙の塵となる。うん、いや、
今度は5分もあれば十分だ。悟空さん戦ってない？仲間と共に脱出する。これはいい。これはもう後ろから援護射撃を繰り返すぞ。この星を脱出するための時間稼ぎだと。そんな必要はない。貴様は死ぬ。これからここで今度は死ぬかもね。でかい口を聞くのもそこまでだ。今すぐだ。黙らせてやるぞ。いい感じいい感じ。とりあえず近づくのはフリーザーがピンチになってからにしようぜ。俺気溜めてるわ。よし行く。今度は死ぬかもね。おいくたばりが来ないね。届いてないかな。今度はコッパみじんにしてやる。あの地球人のように。あの地球人のように。やろ。クリリンのことか。クリリンのことか。お父さん怒ってないでいいから出せない。俺何もしてねえな。戦うか。いやいや勝てる勝てる勝てる。ヘイ。余裕でしたね。後ろからチクチクやってたからね。少しはマシな動きができるようだな。ドラゴンポールでみんな。よし、お前のことはよく知らねえが、ずいぶん助けてもらったな。ただ最後の決着は俺につけさせてくれ。サンキュー。助けを断るなんて悟空さんらしいですね。でも大丈夫、悟空さんは勝ちましたよ。巻物もちゃんと元通りです。それにしてもミラたちの邪魔が入らなくてよかったですよ。そう、あの二人は現れなかった。ええ、それがどうかしたんですか。邪魔をしたら消す、奴らはそう言っていたのよね。どうして今回は出てこなかったのかしら。さあ、単なる気まぐれじゃないですか。そうかもしれないわね。ともかく二人ともお疲れ様。はい、お疲れ様でした。とあの二人の仕業にしては歴史の改変が起こるのが早すぎた。ひょっとして他にも歴史を変えている者がいる。まさかね。はーいっていう感じで今回はここら辺でやめようかなと思います。そうだ、義乳編の時の方が俺は大変だったかなと
うん、思います。よし、いやまあ、いやかっこよかったね悟空ね。いやフリーザ編とかすごい好きだからね、もうちょっとこう長くしてもいいかったかなと、長くても見たかったなっていうのはある。何回見てもワクワクするよねフリーザ編は。うん、はい、っていう感じで今回はここで終わろうかなと思います。そんじゃあります、バイバイ。